プーチンはものすごい資産を持っていると言われているんですけれども、基本的に表で持っている資産はちょっとなんですね。自分名義で持っているのは給料だって大したことない、小さなアパート持ってますってだけですけども、いやでも彼は宮殿に住んでてヘリコプターで通ってるわけですから、そんな市内のどっかのアパートみたいな、そういう立て付けになってプーチンって書いてあるみたいですけども、それは一応表側ですよ。誰か書いてるけどね、そうそう、帳簿の外に、要するに自分じゃない名義で持って20兆円ぐらい持ってるっていう話ですからね。ですから本人の名義じゃなければ、いやプーチンの資産凍結って言っても分かんないように持ってたらこれどうしようもないですからね。ただプーチンの資産を凍結するという、それが心理的な意味合いがあるんだろうと思うんです。それから国際柔道連盟が名誉会長職を剥奪しましたよね。彼は柔道家ですから、北方領土の話で引き分けとか言って、いや何が引き分けだよって話、だったら半分まず返せよって話ですけども、一応柔道家じゃないですか。黒帯取り上げた方がいいと思うけどね。柔道連盟の名誉会長を剥奪するだけじゃなくて、黒帯も剥奪した方がいいと思いますよ。あ、私のラーメン屋黒帯って言うんですけど、それとは全然関係ないですけども、いや黒帯剥奪されたら結構精神的に来ると思うんですよね。白帯、そうです、白帯ですから。黒帯剥奪、そっちの方が効くと思うんだけどね。トースポネタみたいな、トースポネタね。白帯になったら超恥ずかしいよね。いや絶対ね、黒帯を取り上げるべきなんですよ。